どうもこんにちは、吉田です。以前レビューしたデルの 4K モニターなんですけども、あれってスピーカーが内蔵してないんですよね。なのでヘッドホン使ってるんですが、長時間使ってると耳が痛くなってくるので、やっぱりスピーカー欲しいんですよね。で、買ったのが自作スピーカーキットです。前々からスピーカー自作してみたいなと思っていたんで、まあ今回いい機会なんで自作スピーカー作りにチャレンジしてみたいと思います。今回はお試しということでこの小さなスピーカーにしたんですけども、将来的にはもっと本格的で大きなスピーカーにもチャレンジしてみたいなと思ってます。ちなみに値段は1500円です。この USB コードが、アンプを兼ねた、ケーブルになります。今回しているところが音量調整ダイヤルです。電源は USB で、音はステレオミニプラグから取ります。赤と黒の線をスピーカーにハンダ付けするだけでスピーカーが完成するという簡単なキットになります。スピーカーを収める箱はお得意の 3D プリンターで自作しようと思っています。音質がどんなものか知りたくて、とりあえずスピーカーと線をハンダ付けして音を出してみることにしました。使ってるハンダゴテは中国製の怪しいハンダゴテなんですけども、確かね 2,3000 円で売ってたと思うんですけども、温度調整機能がついていてすごく使いやすいです。日本のメーカーの980円ぐらいのハンダゴテ買うぐらいだったら、この中国製の音調ハンダゴテすごくおすすめです。作業自体は特に難しいことはなくて、赤と黒の線をスピーカーにハンダ付けするだけです。くっつきにくいとかそういうこともなくて、普通にハンダ付きました。こんな感じですね。あんまり綺麗じゃないですけど、まあ問題ないでしょう。音質チェックです。最近いろんな材料で包丁を作る動画が話題なので、ちょっとネタをパクって世界最強の 3D プリンター包丁作りにチャレンジしてみました。音質は人それぞれ好みがあると思いますが、まあね、正直ね、そんなに音は良くないですよね。スカスカで、まあ、重点はほぼ鳴らない感じです。でもまあくっきりはっきり聞こえるので、まあ、YouTube 見たりするには十分だと思います。今回はここまでです。後半はスピーカーのケース作りにチャレンジします。ぜひチャンネル登録お願いします。